風が映ったかな。お前ちょっと鼻声かも。うん、ちょっと鼻声かもしれない。風映した。うん、あー涙が出てるわ、ね。うん、熱はない。おっぱいを飲んで今は寝てます。適度に鼻水を取ってあげて、そして授乳終わりです。ちょっとすっきりした顔してます。私がなんてよ、ナナミちゃん、びっくりするわ。朝一病院行こうね。たくさん寝てくれて、たくさん飲んでくれて何よりですよ。鼻水も取れたしな。ナナミリさん、今日は朝一から病院行きましょうね。食べれんな。うん、平熱だね。でね、今産婦人科に電話したら、うん、こういう風邪の症状とか、うん、まあ産婦人科は抗生物質しかお薬は出せれんけ、うん、行きつけの小児科に行った方が適切なお薬出してもらえるっていうことなんで、小児科行こう。行こう。じゃあ行こうか。うん、なーちゃんな。うん、じゃあぷーちゃん、ななちゃん、病院行こう。うん、病院連れて行きます。はい、携帯持ってもどこに入れとんねん。お薬もらうね。お薬もらおうね。ちょっと初めての小児科に連れて行きます。うん、生後3週間にして早くも病院デビュー。本当にもうごめんな、うん、ごめんな。ママ美味しい。え、本当になんかでかくなったな。大きくなったね。なえ、でかくなったな。おいおい、むちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。病院行ってきました。お疲れ、ナナミリさん。お薬もらったな。お薬をもらいました、うん、これで良くなるといいね、うん、鼻も吸引してもらったな、うん、可愛かったよ。可愛かった。はいはいはい、うん、お疲れ様。よしよし、うん、ナナミリちゃん鼻水出とる。プーちゃん、奈々ちゃんの鼻水がやっぱ止まらんから、鼻水吸引器買ってきます。うん、お願い。うん、ちょっとしんどそうだわ、さすがに。昨日より増えたけんな。うん、うん、これは薬で出てくるかもしれん。うん、これから多分増えてくると思うけど。はい、うん、ただいまー、買ってきました。はい、ありがとう。奈々ちゃんこういう鼻水吸おうで。うん、うん、はい、使ってみよう。はい、使ってみよう。お風呂上がりやし。うん、なーたん、お薬飲もう。あ、ジョギョーズ美味しいかもしれん。飲んでる飲んでる、うん、いいじゃ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 ん。おいしそう。薬美味しそうだな。うん、美味しそうに飲まはる。置いた状態のままでずっと寝てます。
鼻水が出てる。吸ってみるわ、これで。うん、お願いします。これさ、TikTok でめっちゃコメントあったんだけどさ、うん、風が映るってらしいな。貴重だったね。電動の買ってくださいって。そうなんだって思って、うん、ちょっと、まあ確かになっていう感じですね。行きます。すごい。あ、吸えたっぽい。吸えてる、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 うん。ちょっと見える、ここ。うん、本当だ。うん、ちょっと吸えてる。いやいや、忙しいな、お前。ぼわうん、出た出た。だいぶ出た。うん。吸えたよ。よかったね。あんまり吸いすぎたら鼻血の原因になるみたいな。うん、やめよう。またね、あの、夜苦しくなりそうだったら、うん、吸ってあげます。で、今日は3回薬飲みましたんで、ななみさん、明日起きてどんな感じかまた確認しましょう。うん、昨日よりかは寝そうだ。今日もここの寝室に上がるまではずっと寝てました。うん、昨日はそんなことなかったのに。うん、やっぱりちょっと寝ましょう。はい、うん、おやすみなさい。どっちが雷か分かりません。いっぱい出たね。なんて言った今。